君たちったら何でもかんでも分類区別ジャンル分けしたがる。人はなぜか分類したがる。習性があるとかないとか。この世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが標的。持ってるやつと持てないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか。陰キャ陽キャ君らは分類しないとどうにも落ち着かない。気づかない本能の外側を覗いていかない。気分が乗らない。つまりそれはそんなシンプルじゃない。もっと曖昧で繊細で不明瞭な何か。例えば持ってるのに出せないやつ、やってるのにいけないやつ、持ってるのに悟ったりふりして透かしてるうちに不安になっちゃったりするやつ。所詮あんたはギフテッド、私は普通の主婦ですと。それはいいでしょ、素晴らしいんでしょ、不可能の証明の完成なんじゃない。夢を持ってなんて言ってない。そんな無責任に習いはしない。ただその習性に食われないで。そんなハビット捨てるたび見えてくる君の価値。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたらどう、普通腹の底からこう普通普通と。俺たちだって動物、故に持ち得るルジナな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッハビ。壊してみせろよそのバッハビ。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ快楽。酒の魚にすりゃもう傑作。でもって君も進むきっかけにな。それはそれでジュイビーじゃん、これはこれで残念じゃん。そもそもそれって君次第で、その後なんか俺興味ないわけ。この先君はどうしたいって、人に問われること自体終わりじゃないと信じたいけど、そうじゃなきゃかなり非常事態。君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ。俺は人生維持モード、ずっとそこで眠ってあらさ。俺はそもそもスペックが低い、だからあがいてもがいて醜く吠えた。俺のあの頃を分類したら誰の目から見ても明らか。すぐ世の中金だとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜに文字で片付けちゃうの。俺たちはもっと曖昧で複雑で不明瞭な何か。誘ったふりしておごるなよ、君に君を分類する能力なんてない。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたらどう、普通腹の底からこう普通普通と。俺たちだって動物、故に持ちるオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッタビ。だって動物、こういうのって好物。ここまで言われたらどう、普通腹の底からこう普通普通と。俺たちだって動物、故に夢中オリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッタビ。壊してみせろよそのバッタビ。